めんどくさい。強勝流かな。うわーマジか。危ねー。そうゲーム内でやっぱね、まあ一応調べたら完結できんねんけど、よりその楽に完結できた鉄拳は。間違えた。うわはは。きちい。あーなんか DOA もすごいらしいね、トレモ。いや4フレ。いや、わからん。あ、なんやったっけ、当たらんかったっけ、もうやだ。え、当たらんかったっけ、コッパカレーかなかったっけ。覚えてねえ。覚えてない、覚えてない、コッパ覚えてない。こっからなんやったっけ、フレーム変わったんやったっけ、これ。全く覚えてない。コッパー引き中盤か。まあトレモはそれが欲しいのと、トーナメントモードがスト4ぐらいいいやつが欲しいのと、まあでもそんなもんかな。おランクマのシステムは俺はかなり文句ないですね。まあでもあのケーブのあれいいね、あの屋上システム、あの呼び出せるやつ、相手をラウンジに。まああれはかなりいいかなと思います。あるあると、当たらんの。全く覚えてないコンボ。あが全く覚えてない。中竜巻 EX 昇竜か。あ確かにパニッシュ表示欲しいね、それは間違いない。パニッシュ表示めちゃくちゃいいね、あれ。
屋上指定して拒否する。確かに拒否するの気まずいな。はい、中盤マジ。やったー。え、どうしたらいいな。オッケー、オッケー。スト5の、そうやね、直近のランクマ対戦キャラに CPU 変更は超神システムだね。これ多分途中からなんよね。最初これなくて、途中からついてんけど、これ最高だね。これ、このキャラクターでトリガー始める。これむちゃくちゃいい。今のどうしたらいいの。リーチ長えな。いてー、ダイゴス。いてててててて。大おおすごいの出てきた。長いって。いやーこれ中キックの中に入られへんな。リーチ長いわ。きつー。いやーきつい、入られへん。ああ有利すぎだ、超有利すぎる。あぶれー、有利すぎるわ。あー有線か無線かはやってほしいね。こうだな。ああごめん、一瞬たった見ちゃった。やっちゃったー。安いかな。くっそ、あぶねー。鉄拳の原さんがそれやると半数以上無数になるのバレるって言ってた。でも鉄拳はそれやったよね。いやあれほんまにありがたいけどな。でも実際その無線でも別に気づかないだけでできるからな正直。
それがまた難しいわよな。ごめん、 V リバが。落ちるんかな。そう、安定普通にできんねんけど安定しないよね。どうしてもどっかで角ついちゃうよね。弱いなこれ。あ、弱い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 。いやー当たるよね。ずっくあかあがむずい。当たらないんだな。強勝率強え。